はい、こんにちは、116インズです。さて、今回はオールスター関連のお話をしていきますが、今年のオールスターは現地時間7月13日、日本時間14日にロッキーズの本拠地であるクアーズフィールドで行われる予定となっていまして、先日ファン投票の結果が発表され、そして今日残りのオールスターメンバーが発表となりました。日本人選手は DH 部門のファン投票でエンゼルスの大谷選手が選出されたのは皆さんもご存知でしょうが、さらに今日パドレスのダルビッシュ選手、そしてマリナーズの菊池選手も選ばれ、計3人の日本人選手がオールスターに選ばれたということになりました。いや、今季は日本人選手の活躍が目立つシーズンとなっていますが、3人も選ばれて本当にめでたいですね。一度のオールスターで日本人選手が3人も選ばれたのは人数としては最多タイだそうで、最も直近ですとダルビッシュ選手、田中将大選手、そして上原浩二選手が選ばれた2014年以来、実に7年ぶりということで、日本人選手の活躍にも注目が集まりそうなオールスターとなりそうです。まず1人目、大谷選手から話していきますが、大谷選手はファン投票で DH として選ばれただけではなく、選手間投票で投手としても選ばれましたので、MLB 史上初の二刀流でのオールスター選出ということになりました。もう何と言いましょうか、大谷選手に関してはありとあらゆる史上初の記録ですとか、1900年代前半以来の記録みたいなのをどんどん作っていくので、もうすごいという以外の言葉が見つかりませんよね。今季の大谷選手の活躍についてはもう日米で注目の的となっていますが、投手と野手どちらも今季は高いレベルで活躍し、トータルのウィンズアボブリプレイスメントは前半戦にしてすでに5を超えていまして、これはリーグトップの数値となっています。ここのところは連日、それこそ先発として投げる日以外は冗談抜きに毎日のようにホームランを量産していて、逆にホームランよりシングルヒットの方が少ないというわけのわからない状態になってますよね。前半戦もまだ終わっていませんが、今日またホームランを放ちまして、これで31号、日本人としてのシーズン最多記録、2004年の松井秀喜選手が31本打っていますが、これに前半戦にして並んでしまいました。松井選手が引退した頃はシーズンで30本打つ日本人選手が果たして再び出てくるのかなんて疑問視されていたような気もしますが、シーズンどころか前半戦で30本打つ選手がそれから10年も経たずに出てきてしまいましたよ。ホームランダービーにも日本人選手として初めて選ばれましたので、ホームランダービー、さらにはオールスター本番での豪快な一発に期待したいですし、またピッチャーとしてのパフォーマンスにも期待がかかりますよね。先日のヤンキース戦で初回持たず7失点してしまうという、珍しく人間らしい部分をアピールする試合となってしまいましたが、それを含めてもここまで12先発で防御率 3.60、 開幕してすぐの頃は結構コントロールが荒れるシーンも多かったですが、その後は球速を少し控えめにして6回ぐらいは安定して投げ切れるようにもなってきましたので、いよいよ欠点がなくなってきた印象です。投手としてもウィンザボリプレイスメントがチームトップですので、エンゼルスのエースをやりながら MLB トップクラスの打者という、いやもう漫画の世界の選手ですよ。シーズンですでに大暴れしていますが、今度はオールスターの舞台での大暴れ、ぜひ見たいですね。続いてダルビッシュ選手ですね。ダルビッシュ選手はレンジャーズ時代に4回オールスターに選ばれていますので、今回が5回目のオールスターということになりました。2017年の途中にドジャースへトレードとなり、その後カブス、パドレスとずっと NL でプレーしていますが、 NL でオールスターに選ばれるのは今回が初めて。カブスに移籍してすぐの頃は怪我に苦しんだりして、なかなか成績の面で振るわない時期もあり、オールスターに選ばれなかったこの期間を地獄のような時期を過ごしていたと今回表現されていたようですが、昨年はサイヤングクラスの1年を送り、実際投票でもトップ3に入ってダルビッシュ選手完全復活のシーズンとなって、そしてオフに打倒ドジャースを掲げるパドレスに求められてのトレード。パドレスはダルビッシュ選手以外にもブレイク、スネル、ジョー・マスグローブと補強してエースクラスを5人並べたローテーションを形成し、その中でスネルの調子が上がらなかったり、ラメットが怪我でなかなか投げることができなかったりと誤算もありましたが、ダルビッシュ選手はここまでチームが期待していた通りの成績を並べてますよね。17先発で防御率 2.65、 102回でイニング数をはるかに上回る123奪三振、防御率こそわずかにマスグローブの方が良いですが、投球回、奪三振、そしてウィンザボブリプレイスメントはパドレス投手陣の中で全てトップですので、パドレスのエースと言って差し支えないでしょう。オールスターでもシーズン中に見せているような打者を圧倒するようなピッチングに期待したいですし、また一人の野球ファンとしては大谷選手との対戦というところもね、見たいですよね。現日本人最強投手と現日本人最強打者、大谷選手を打者のくくりに当てはめていいのかは分かりませんが、この究極の対決が MLB のオールスターの舞台で実現することを祈りましょう。
そして3人目、我らがマリナーズ菊池雄星選手。マリナーズからは菊池選手が唯一のオールスター選出となりましたが、まあ、個人的には JP クロフォードにも選ばれてほしかったなと思いつつも、菊池選手がマリナーズを代表することに何ら異論ありません。それだけ今季の菊池選手は素晴らしいピッチングをここまで見せていますし、先日も動画にてお話ししましたが、マリナーズのエースに成長する1年をここまで送っています。先日の動画を上げた後もホワイトソックス、ブルージェイズと強いチームとの対戦が続きましたが、いずれの登板も6回途中1失点、7回1失点と抑えまして、チームの勝利に貢献。防御率も 3.18 まで下がりました。MLB1 年目、2年目は防御率がいずれも5点台で、正直成績だけならオールスターという議論の前提にも立てない状態だった菊池選手がオールスターですよ。菊池選手自身、おそらく我々では想像できないくらいの苦しみをきっと味わってきたと思いますし、契約の高さから不良債権と叩かれることも多かったでしょうが、それでも努力を続けて自分の可能性を信じ続け、そして今日 MLB のオールスターに選ばれた。菊池選手の努力がこういった形で実を結んだことを本当に嬉しく思いますし、またマリナーズを応援する人間として菊池選手のブレイクをずっと信じてきてよかったなと心の底から思いました。マリナーズの公式ツイッターが菊池選手がオールスターに選出されたことをサービス監督がチームに発表した瞬間の動画をアップしていたんですけれども、菊池選手も決して派手に喜んだりはしていなかったものの、内心喜んでいるんだろうなとすごく伝わってきましたし、チームメイト一人一人とハグしながら祝福の言葉を言われていた時、特にキャッチャーのマーフィーとは思いが乗ったと言いますか、かなり強めのハグを交わしていまして、この様子は見ているこちらもちょっとうるっと来てしまいました。今季菊池選手はマーフィーと組む機会が一番多く、で非 OPS で言えばマーフィーと組んだ時が一番いいんですが、きっと2人で様々ゲームプランなど周到に練ってコミュニケーションも綿密に取りながらこれまで試合に臨んできたんだと思いますが、菊池選手がオールスターに選ばれるという形でバッテリーともに報われたのは良かったですよね。マリナーズを代表してのオールスターでの活躍期待しています。ということで、大谷選手、ダルビッシュ選手、そして菊池選手、今回のオールスター選出本当におめでとうございます。幸い3人ともローテーションの順番からして、おそらくオールスターでも投げることができると思いますので、各リーグのスタートの対戦、大谷選手については投打での対戦となりそうですが、楽しみですね。オールスターは日本時間で水曜日、平日ど真ん中の開催なので、社会人の方はちょっと気軽に見ることは難しそうですが、なかなか3人の日本人選手がオールスターに出ることもそう多くはないので、いっそ有給を取るなんてのもありかもしれませんね。日本人選手3人のオールスターでの活躍に期待しながら、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。